TBS です。重大な事態になっています。伺います。小池知事、感染者が増えて入院先が見つからないと言います。入院先が見つからない人が1000人もいるのはまずいでしょ？他の県の数が混じっているし、退院する人もいるんですよ。小池知事、感染者大変なことになりますよ。これじゃ困るでしょ？感染者を隔離するための対応を急ぐべきなんじゃないですか？一日という人もいるが、車の確保、どこに迎えに行くかということがあり、それにあと一日という人に必要なのか、個々に見ていくと、数が多いと都民の皆さんに不安を与えてしまう。ここのところ感染者が多いのは新宿区であって、保健所というのは区の施設で都の施設じゃない。法律的に都として区の委託を受けてバックアップに入る形で、新宿区の保健所の応援部隊に入っているのでございます。えへん、あんた何を言いたいのか全くわからん。あんた何を言いたいのか全くわからん。あんた何を言いたいのか全くわからん。